近鉄3220軽電車は近畿日本鉄道の保有する一般車両。近鉄で人に優しい、地球に優しいをモットーにして作られた次世代の一般型車両シリーズ21の第一陣として2000年3月に登場した6両編成3本が製造され京都市へ地下鉄、カラスマ線への乗り入れ対応車となっている。また、 京都市営地下鉄直通対応車両の中では、初の音声合成による自動放送装置が採用された。電算記号はキロリットル。制御装置は、一般車では、初のイベット素子の VVVF インバータ制御装置が採用され、3 2 2 0系では、全編成が、日立製作所制である。主電動機は、フレームレス構造を採用した。 三菱電気製メガバイト -5085 系、制動装置は電気指令式ブレーキのケブス -21 を採用するが、ブレーキ読み替え装置が搭載されていない。関係上、他形式との連結は不可能である。台車はボルスターレス式の KD-311 型を装着。終電装置はもう3220型に2機。 もう3620型とも3820型は、なら、柏原よりに一機ずつ搭載し、2021年5月23日現在では、全編成が下枠交差式を搭載するが、新造時の3221回は、シングルアーム式を搭載していた。冷房装置は、CU-704 型が1両あたり2台、設置している。性能面では、 営業最高速度時速1 0 5トルを確保している。前面の形状は他の一般車両と違い、区の字型で、前面には助手席側にオフセットされた非常用の貫通扉と電気連結器が備わっていない密着連結器を装備する。先頭部の車両番号表記は他のシリーズ21車両と異なり、3200系に合わせて 運転席の窓の右下に記されている。京都市営地下鉄直通仕様であることから、全長は近鉄標準の 2720mm よりも、わずかに短い 2500mm とされている。2019年4月現在、3編成18両が最大事件尺に配置されている。京都市営地下鉄。 カラスマ線国際会行域普通3223回運用は3200系と共通で増解決のない列車を中心に限定運用が組まれており、主に京都線系統と地下鉄カラスマ線で運行されるが、両系列合わせて車両数に余裕があるため近鉄線内で完結する運用や乗り入れ費用の兼ね合いにより地下鉄カラスマ線内の区間列車にも運用される。 この他にも検査入場時や、主運転時には、大阪線、大阪南波駅での折り返しのため電流線のある、阪神南波線桜川駅まで走行する。阪神電車に対応した保安装置が搭載されていないため、桜川駅以前へは入線できない。京都線は、京都駅武田駅を含む、近鉄宮津駅以北に、限り6両編成運転の準急、普通列車でも運用。 奈良線では、6両編成運転に限り、大阪南馬駅折り返しの急行、準急に使われることがある。区3120系、区3121から3123は、近鉄では2代目となる。初代は2250系の付随車、差3020系を制御車に改造したものだった。ありがとうございます。